おはようございます。おはようございます。で、今日はスライドなんですけど、このシャープ WC 東京と、アクマフヨシ514というツイッターですね、ツイッターのところに流してます。で、もしちょっと遠くで見えにくい場合はこちらをスライド見てもらえたらと思います。はい、では早速ですね、ちょっと始めたいと思います。愛があれば発信できるワードプレスで作る焼き鳥ポータルサイト、ね、で公式テーマと、コテーマの活用というタイプで、話をします、ね。僕が焼き鳥が好きなんですよ。焼き鳥が好きで、今日ここに、皆さんが来てるというのは皆さんも多分焼き鳥が好きだと思うんですよ。焼き鳥が好きで今日来てもらえてるのかなと思いながら話をするんですけど、もともと焼き鳥をちょっと簡単に探せるサイトがなかったので、僕がちょっと作ろうと思って作りました。で、その時にワードプレスと、プラグインとコテーマを使って、作ったんですね。で、7月ぐらいにオープンして、今ちょっとアクセスがどんどん伸びてきて、いい感じになってきたなっていうところがあるんですけど、はい。で、今日は、ワードプレスを何で使ったのかっていう動機付けのところから、ちょっと中級者向けの公式テーマに、カスタマイズですね、入り口のところまでを話をしようかなと思います。はい。で、まず自己紹介を、させてください。僕、生まれは奈良県ですね。生まれは奈良県奈良県五条市というところで、生まれました。で、実家は、もう周りが山で、ところですね。で、光ケーブルとか通ってなくて、ちょっとワードプレスとかあんまり使うとちょっと速度が相当遅いんですけどというところで、出ます。で、3年前に東京に来ました。で、名前は小林出身で、ツイッターアカウントがアットマークよし51ですね。で、ブログは、ティクルコードブログを、妻と一緒に2人で書いてます。で、略歴なんですけど、もともと僕は、システムエンジニアでした。で、工場の生産管理システムとか会計システムとか販売管理システムを設計したりとかプログラミングしたりとかハンドスキャンのピッキングですね、コンビニみたいなピッキング装置を作ったりとかっていうのをもう16年ぐらい結構してまして、 C 言語、ビジュアルベーシック、SQL サーバーとかもうガチガチのこうシステムエンジニアしてるんですけど、で、3年前に東京に来た時に、インターネットですね、ウェブ業界に転身しました。で、そこから HTML を覚えて、CS を覚えて、今に至るというところですね。で、今はポータルサイトをよく作ってます。不動産サイトを作ったり、で、外注さんでお客さんのところに入って JavaScript で、ちょっと 人工統計データですねを使ってちょっとビジュアル仕上げとかっていう作業をしてます。で、傍らワードプレスでも案件をしてるんですね。で、 SEO をしたりとかアクセス解析をしたりとかっていうのが今作業でしてます。で、勉強会をしていまして、ワーキングスペース小江戸、まあ、茅場町っていうところがあるんですけど、で、そこでよく勉強会をしてます。で、今、勉強会を3つ開催します。で、僕と運営メンバー3名4名集まってみんなで勉強会をやってます。で、1つがSwiftビギナーズクラブですね。で、 iPhone のアプリを作るんですね。 iPad のアプリを作ったりとかでする、の勉強をやってます。で、ここはもう、結構ベテランとか初心者も集まって、みんなでやってるんですね。で、一番左の Ruby on Rails がウェブアプリケーションを作るプログラム言語です。ウェブアプリケーションですね。で、ここも、ビギナーと、ベテランですね、ベンチャー企業の人が来たりとかして、みんなでこう集まってワイワイ言いながらやってます。で、どの勉強会も初心者の人も、全然来ていただいて大丈夫ですね。で、今回メインのワードプレスですね。で、ワードプレス黙々勉強会っていうのをやってます。で、ここも、ビギナーの人と、ベテランなんですね、アドバイザーの方で入ってもらって、みんなで切磋琢磨してやってるということですね。で、3つとも1年前から始めて、今もなお続いてるんですね。開催10回とか11回ぐらい行ってます。まだぜひ、時間がある時に、来ていただいたらと思いますね。で、ワードベンチコミュニティ、あ、ごめんなさい、ワードプレスコミュニティでの活動もします。で、ここはワードキャンプなので年に1回する大きなイベントなんですけど、別にワードベンチっていうのがあります。ワードベンチですね。で、もっとこうエリアを絞って、人数を絞って、細かく開催するっていうのがワードベンチですね。で、ワードベンチって東京のモデレーター要は運営を、交代でやってたりするんですけど、僕は去年の8月ですね、去年の8月と今年の7月にワードベンチの、運営と企画をしてました。で、ワードベンチも、定期開催しているので、東京の方はワードベンチ東京、埼玉の方はワードベンチ埼玉
がありますので、ぜひ来ていただいたらと思います。であと、もう今のワードキャンプの、活動なんですけど、僕は2013年に初めてワードキャンプのスタッフになりました。2013年ですね。2013年までは普通の参加者で、こういうふうに聞きに来てただけだったんですけど、2013年に初めてスタッフに入って、ウェブ制作班ですね、サイトを作るところで、ワープっていうアイコンを動かしてとかしてました。で去年は、2014年のセッション班ですね、まあ、今僕が話しているようにこうセッションを決めたりとか、テーマを決めたりとか、登壇者を決めたりとかする、ものをやってました。で今回は登壇ちょっと話してみたいなと思ったんで登壇希望で、申し込みをしました。はい。で、ワードプレスの可能性とスケール感を知るっていう話をします。もともと僕は2011年ですね、2011年に、ここに来られてる方と同じワードキャンプ東京に来ました。でそれが初めてのワードプレスのイベントでした。でその時にものすごい人が集まってて、僕はシステムエンジニアでしたからそういう集まりはなかったんですよ。そういうコミュニティの集まりとかなくて、初めてこうインターネットのこういうオープンソースのコミュニティに来たんですけど、でその時にこうケーキカットとかするわけですね。でケーキカットした瞬間にみんながこう会場がうおーみたいになるわけですよ。なんかでそういうのを見て、これは面白そうだなっていうんで、どんどん入ってくるんですよ、ね、でこのワードキャンプ東京、ごめんなさい、ワードキャンプなんですけど、実は全世界で開催してます。全世界で開催してます。で通算で今48カ国ですね。48カ国で開催してます。でなおかつ回数は505回です。505回ですね。で、15年の6月時点で498回の開催だったんで、4ヶ月間で世界で7回どこかで開催されてます。こういう大きいテーマですね。だから世界旅行するときにワードキャンプを狙って行くと大体いろんな国が回れます。っていうで回ってる人もいます。いらっしゃいますね。っていうぐらいに、結構こういうワードキャンプっていうのは世界中で活発に行われています。で導入出席も多いです。で、このデータなんですけど、ウェブサイトで使う CMS、まあ、全世界のインターネットっていうところで、CMS っていう区切りでしたときに今 58.8% のシェアがあります。でこれはトップドメインに対して、ね、トップドメインですね。スタッフは関係ないですけど、トップに対して 58% 使われています、ね。で全てのウェブサイトですね、 CMS とか関係なく、インターネットにある全てのドメイン中では 24.4% っていうシェアがあります。その中でワードプレスが使われる、結構高いシェアを、かなり高いシェアを、持ってます。でこの統計数値はこの URL を取ってます。でここは毎日更新されます。毎日こう、プログラムが動いて世界中のシェア使われているのを調査しているっていうサイトから取ってます。で事例紹介ですね。事例紹介します。実際ワードプレスがどこで使われているのかっていうことですね。で企業サイトに行くとクックパスさんですね。クックパスさんの、コーポレートサイトですね。会社の紹介サイトで、ワードプレスが使われています。でここで、ワードプレスを使って、ね、であとは埼玉スーパーアリーナですね。埼玉スーパーアリーナの公式サイトですね。ここもワードプレスでできています。ここもワードプレスで作られています、ね。であと海外の事例ですね。海外の事例でソニーミュージックさん、まあ、日本のソニーさんの、子会社ですねがアメリカにあるんですけど、そのソニーミュージックさんもワードプレスでできてる。ワードプレスでできてます。であとテッククランチっていうサイトがあります。でこれは日本でも、テッククランチジャパン、JP かなということで、情報発信してますけど、海外のテッククランチでもワードプレスが使われてます、ね。でここのテッククランチもかなりの PV ですね。アクセス数があるサイトでも使われてるということですね。で海外の、大学サイトでも使われてます。で結構メジャーなところで言うとハーバードですね。ハーバードです。でハーバードガジェットっていうハーバード大学で、そのハーバード大学内のニュースとかですね、どんな論文で賞を取ったとか、どういう大学の教授が入ってきたとかっていうニュースのサイトがあるんですけど、そこのハーバードガジェットってサイトもワードプレスで作られてます。だからニュース系のサイトもワードプレスで作られてますね。でみんなよく知ってるのがスターウォーズですね。でスターウォーズの公式ブログがあるんです。これ今もなお更新されてます。スターウォーズの公式ブログで、ここもワードプレスでできてます。ワードプレスでできてます、ね。という形で結構メジャーなサイトもできてる、ね。あと、個人ブログですね。パーソナルブログ、パーソナルサイトでいくと、百式ブログっていうのがあるんですけど、今海外のいろんなサービスを毎日こう紹介してるサイトなんですけど、でこちらの百式さんのところのサイトも、ワードプレスでできてます。で今回紹介する僕が作った焼き鳥サイトですね。焼き鳥サイトももちろんワードプレスですね。全てワードプレスでできています。
で、焼き鳥サイトの、デモとサイト構成ちょっと説明します。今回の焼き鳥サイトがこの URL で、で携帯でこの QR で、まあ、読みます。ノートパソコンの水ちょっと小さいんですけど、これが今回作った焼き鳥サイトです。で、最初に何個か、焼き鳥の、まあ、レビューが出てます。で、この焼き鳥を探すってやると、ここが JavaScript で動いてるんですけど、JavaScript で、現在地を取得できますから、現在地をバーッと取ってきて、中身はホットペッパーっていうところがあります。ホットペッパーとかグルナビとかがありますね。でそういったところから、店舗情報を取ってきます。店舗情報を取ってきて近くの、まあ、半径1キロ、2キロの焼き鳥を探してくるんですね。でそのまま出すだけではちょっとあまり評価がよろしくないというか、うまくいかない、焼き鳥なのに違うものが出てきたりとかたまにしますから、その辺は、まあ、きれいに整理して出してあげるですね。でこれもワードプレスでできますね。ワードプレスの、コメスト投稿できてるんですね。また渋谷ってやると今度渋谷駅周辺のものが出てきます。渋谷駅周辺のものを出しています。ワードプレスを本体として外部のデータをつなぎ合わせることでまとめて出せるんですね。で今ホットペッパーとグルナビとあとイエロップっていうのがあるんですけど、まあ、これ海外のサイトですね。海外 の、 口コミサイトなんですけど、ここと連動しようかなと。ニュースというのは、ここニュースは僕が書いてます、まあ、焼き鳥の新しい店舗が出たとか、いうときに僕がどんどん書いてます。でここのサイトは公式テーマのほぼデフォルトです。ほぼデフォルトです。でデフォルトをそのまま使って、どんどんライティングしてます。でこの辺はもうデフォルトで使えるので、デフォルトで使えるところをどんどん使うですね。でプラグインを入れると、このランキングとかも出ますから、でこのランキングも使います。でこのランキングは、後ほどちょっと説明しますけど、 Google Analytics ですね。 Google Analytics が取って集計して出せるプラグインを使うんですね。ちょっと軽く中身だけ、ちょっとさらっていこうかなと思います。で中身今こうなってます。普通のワードプレスの画面とちょっと違うのが、左にショップ検索と商品検索でメニューを使うんですね。でワードプレスはこれができます。で個別でメニューを作って個別の画面を用意するカスタム投稿ですね、というのでできます。でこうすると普通の投稿と全部分けれます。で先ほどの、まあ渋谷とか現在地とか、まあ、個室がある店とかっていうのは全部こちらですね。このショップ検索に集中的に打っていくんですね。で打って出す。で最初にタイトルを書いて、リード文で、うん、リード文ですね、リード文書いて、で、はい、ですね、書いて、で、ショップのところは外部のデータを引き込まないといけないですから、でワードプレスで引き込むためのキーワードをここで設定しています。焼き鳥で例えば現在地が緯度経度ってありますから、緯度経度を指定して、でランチがあるないとか、まあ、焼き鳥の食べ放題があるないとか、座敷があるないとかっていうのを指定して外部からデータをボーンと持ってきます。でここでパラメータが、まず指定して簡単にできるのがワードプレスのカスタム投稿、カスタムフィールドのいいところですね。でこれを使うと、結構コピーしてこのパラメータを変えていくとどんどんこう地域が作れるということですね。でですね、この焼き鳥サイトで使っている
ものですね、使ってるものです。で、公式テーマで使ってます。で、公式テーマのたくさん見ていったんです。人気順とか、よく使われてるものがどんどん見ていって、で、選んだのが、スパークリングですね。スパークリングバイカラーリップっていうテーマなんです。で、このテーマを選びました。チョイスしました。で、今、これ以外にも、僕はポータルサイトを作っていろいろ運営してますけど、大体このテーマを使います。これをベースにして、何かカスタマイズするんですね。スパークリングバイカラーリップっていうテーマです。これでもちょうどちょっと説明します。で、公式プラグインの29個使います。公式プラグインの29個ですね。で、プラグインで済むものはもうプラグインで済ませるっていう形でやってます。ね、で、コンタクトフォームセブンはもちろん使ってますし、アドクイックタグですね。で、JP マークダウン、まあ、記事が早く書けますから、早く書けるものですね。を使います。で、それで足らない。それだけではちょっと機能的に作れない。で、あったときに、この追加レコーディングプログラムを入れてます。ね、ただ、トップページのようにブートスラップですね。CSS のセットになったものです。で、これを入れると簡単にデザインができる。であとは SAS って言われるんですけど、CSS をもっとこう効率的に書けるものがあるんですけど、それを入れてます。で、あと現在実測は、ジオロケーションっていうのがあって、JavaScript ですね。ここは JavaScript を取って、サーバーに渡すっていうことをしてます。で、店舗検索、商品検索ができますけど、ここは PHP ですね。PHP で今実測してます。だから基本公式テーマとプラグインを使っていけるとかもそれで済ましといて、ダメなところだけコーディングするんです。足らないところだけコーディング入れる。っていうふうにします。こちらが早くできるんですね。で、公式テーマの活用について話をします。ワードプレスの公式テーマですね。まあ、サイトのブログのデザインを決めたりとかできるテーマなんですけど、で、今、数が、この公式テーマディレクトリーっていうところに、まあ、テーマがあるんですけど、数が2044です。2044。で、数字は10月限定。でちなみに6月に僕が調査した時に、2001のテーマです。でそれが3ヶ月ぐらいで43個ですね。3ヶ月ぐらいで43個のテーマ、まあ、デザイン、まあ、そういうことが増えているということですね。だからかなりの、スピードで増えています。どんどん増えている。これは世界中の、ボランティアの人だったり作りたい人がどんどん作って、アップしているということですね。で公式テーマを使う理由なんですけど、実は公式テーマ以外にも他にもテーマがあります。まあ、例えば僕が個人的に売ってるテーマとかもやってる人もいますし、自分でブログ書いてる人で、そのブログのテーマを、まあ、使えるようにしてくれてる人もいます。でもその中で、オフィシャルですね、オフィシャルテーマを使う理由をちょっと話します。で、公式テーマはそもそも開発基準という基準があります。基準があって、でそのガイドラインに沿って制作されてます。制作されてます。で、ということは同じ操作で使えますし、とカスタマイズですね。後ほどカスタマイズするときに、実はフックって呼ばれる機能があるんですけど、そういったものがついてます。で、これを使うことによってワードプレスはどんどん拡張できます。あとはクラスですね。CSS のクラスの名前ですね。名前。レッドとかブルーとか名前ですね。ボディクラスってありますけど、その名前が統一されてます。整理されてますね。で、その辺は、テーマ生成、ワードコーディックス日本語版っていうのがあるんですけど、ここにまとめられています。こういう基準で作ってくださいねっていうのをまとめられています。で、公式テーマの使う理由の2つ目なんですけど、アップデートがあります。と、まあ、セキュリティ的な面とか、ワードプレスの本体自体が結構早い段階でバージョンアップされます。どんどんアップデートされるんですけど、で、公式テーマもそれに合わせてアップデートする必要があります。で、公式テーマの場合はもともとワードプレスにバージョンアップ機能があるの でそれを通知して、それを使って簡単にアップデートされます。だからそれで、どんどん方針を取り込みます。で、もう一つが一定の品質が確保されているんですけど、公開される前にワードプレスのコミュニティメンバーでチェックされるっていうのもあります。どういうことかというと、テーマを作った人と、そのテーマをチェックする人が分かれてます。分かれてます。で、それで審査が通って初めて公式ディレクトリー、公式のところに登録されます。登録されます。で、この辺がこう個人で公開してるのとちょっと違うものです。誰かの第三者の目が入るんですね。で、目が入るので、まあ、この書き方はこうしてくださいですね。あります。で、日本ではちょっとあまりないんですけど、海外で、ネットでパッとテーマをちょっと公式じゃないテーマを取ってくると、下に JavaScript が埋め込まれていて、違うサイトにリアイレクトされたりとか、
調査データを取られたりとかっていうケースが僕はないですけど、なったことはあります。なったことある人はいます、ね、でそういうのがあります。公式じゃない海外っていうのは、ね、でこの場合はもう、公式の場合は全部チェックが入るので、まあ、安心して使えるんですね。でこのテーマの説明をします。で今回選んだ、スパークリングバイカラーリブっていうのがあるんですけど、このテーマなんですね。で、このテーマなんですけど、そもそもデザインにそんなに癖がないです。あの奇抜なデザインじゃないですね。でデザイン自体もスッキリしてます。スッキリしてます。でこれは後々拡張しやすいってことを示します。スッキリして、デザインに癖がないですね。そんなにダサくもないですね。で、スパークリングの元がブートストラップを使ってます。ブートスラップですね。でブートスラップのバージョン334をベースとしたテーマですね。結構早い新しいブートスラップです。でこのブートスラップが、あらかじめ CSS のセットですね。CSS をいろいろ便利なようにもう定義してくれているものがあるんですけど、だから CSS を書かなくても、クラスを設定するだけでどんどんデザイン拡張できる、使えるんです、ね、これから CSS を覚える方はブートスラップを覚えたら結構早く作れるんです。あとファンデーションとかありますけど、でその辺を使うと CSS を自分で書くんじゃなくて、あるものを定義していく、使っていく、名前を使っていくっていう風に切り替えるとかなり高速で作れるんですね。でもともとこれがベース。でアイコンフォントがあります。で、メニューで使いたいとかちょっと細かいボタンのところでアイコンが欲しくなるときがあるんですけど、でもともとアイコンフォントもセットされています。でアイコンフォントは、まあ、アイコンなんですけどフォントと同じ指定で使えます。例えばフォントサイズにしてするとアイコンも大きくなるとか、カラー、レッドするとアイコンも赤いみたいな感じします。だからアイコンなのにまるでフォントのように使えるんで、アイコンフォントって言われてますけど、ね、だから使えます。 でテーマのオプションがそもそもシンプルですね。基本のオプションのものですね。テーマを持ってくるとものすごいオプションが多いテーマがあるんですよ。ものすごくオプションが多くてものすごく設定が大変なテーマがあるんですけど、それはそれで、管理画面で設定するだけなので便利といえば便利なんですけど、でこのテーマは、基本シンプルなオプションしかないです。シンプルなオプションしかない。だから基本的なところはここで設定して、あとは追加で自分で、デザインしやすいですね。で公式プラグインの、お話をします。で公式プラグインなんですけど、今数がこれなんですけど、47,778、全世界で、ワードプレスのプラグインの数が47,778です、ね、で15年の6月時点では 38,125 という数字でした、僕は調べて。ということは、4ヶ月ぐらいで2653ですね。2653個のプラグインが、すごい勢いでこう登録されて作られているということですね。でこのプラグインによるとどんどんワードプレスが拡張できる、あらかじめ用意されているものがあるんです。でこの今回のサイトで使っているプラグインを紹介します。でちょっと29個ぐらい使っているので全部は紹介できないです。で、このサイトの中で最も、効率を上げてくれているもの、効率を上げてくれて作業効率を上げてくれて、負担を減らしてくれているプラグインを5つ紹介します。一つが、ワードプレス SEO by 要素です。もう SEO でいうともうこのプラグインが超有名ですけど、でこのプラグインがいいです。で SEO って、まあ、あんまりあれなんですけど、まあ、記事書いたらいいっていうところもあるんですけど、でも細かな調整をするとより強くなります。より強く。でこの細かな調整にこの要素とプラグインは対応してくれます。非常に使えるんですね。で記事の件、まあ、記事のタイトルと、まあ、SEO のタイトルを分離できたり、でワードプレスって重複ページの問題がそこそこ出てきます。ページが重複するんですね。マイナスが残ってるとかカテゴリーとかタグとか重複するとかですね、と月の、月間の記事の重複するとかあるんですけど、その重複対策ができます。でパンクズリストも自動的に、自動的にはパンクズリストも設定したらつけます。で下の SNS 向けタイトルってあるんですけど、ワードプレスのタイトル以外にもツイッターするときにはこのタイトルを使いたい、Facebook の時はこのタイトルを使いたいとか、 Google プラスはこのタイトルで投稿させるとかっていうタイトルの切り替えができます。できるんですね。 SNS に向いたタイトルに付け替えることができるんです
でそういうこともできるんです。非常に細かくできるんですね。で SEO が分からなかったとしても、このプラグインが結構親切ですでに説明があるので、まあ、プラグインを使いながらそもそも SEO とか、まあ、どうしたらいいのかっていうのを調べていったらいいんじゃないかなと思います。あと、シンプル GA ランキングを紹介します。まあ、ブログをやってるサイトをやってると、まあ、必ず必要になるランキングです。ランキングを出したいっていう時があります。で、これ以外にも非常にたくさんのプラグインのランキングプラグインがあります。テーマがデフォルトでランキングできるように持ってるって書いてあります。でその中でもこれを紹介します。で通常のランキングはワードプレスにデータを溜め込んでカウントアップして溜め込んで必要になったら出してランキング表示します。だからランキングするときにカウントアップしないとダメなんですけど、このページにアクセスそれを溜め込むんです、ね、自分とこのサイトで。でもこのシンプル GA ランキングは、Google Analytics からデータを取ります。 Google Analytics からデータを取ります。だからすでに Google Analytics でアクセス解析が終わって、どんだけ PV を持ってるっていうデータがあってそれを引っ張ってくるんですね。だから WordPress のデータベースにアクセスしないんです。アクセスしますけど回数が減るんですね。回数が減る。で、ランキングは PV が増えたりとかページ数が増えれば増えるほど、ちょっと速度を圧迫してきます。性能を圧迫していくので、あのデータベースをどんどんプラス1でどんどん増やしていかないといけないので、でもこれを使うとアナリティクスが取ってきますから、動作が軽快になります。で、あとワードプレスの問題があって、まあ、さっきショップ検索とかいろいろカテゴリー分かれてましたけど、それをまとめた上でのランキングって出しにくいんですよ。サイト全体で の, そのランキング固定ページも含めた全体でのランキング出しにくいんですけど、これはアナリスクが取るので、そういうカテゴリー関係なくサイト全体のページの中で見られるランキングを出すことができるんですね。この辺が優れてます。でもう一つがスマートカスタムフィールドですね。で先ほど焼き鳥とか緯度経度情報を売ったりとかパラメータを入れてましたけど、でそのパラメータが入れる画面を作れます。でアドバンストカスタムフィールドとか他にありますけど、名前がスマートって書いてある非常にシンプル、初心者向けだと思うし、そんなにも複雑なもの作んないんだったらこれで全然十分ですね。全然回しやすいですね。非常に設定がシンプルです。で、中で、設定した値を取得しないとダメなんですけど、その取得もシンプルです。だから非常にお勧めします。で、あと PS オートサイトマップです。ウェブサイトを作ると必ずサイトマップを作るんですね。書いてあるのは必ずサイトマップを作る。まあ、目次みたいなページを作るんですけど、このサイトマップは自動生成してくれます。 CSO の自動生成バーッと勝手に作ってくれます。記事が増えたら自動生成してくれるので、わざわざサイトマップを更新しなくていいです。まあ、それが利点の一つですね。で、もう一つが、13種類のスタイルデザインがあります。スタイルデザインデザインを要は変更できるってことですね。で、目次の上に、キューブみたいなのつけたりとか、もっと、まあ、黒いサイトだったらそれ用のサイトマップを作るっていうデザインです。で、10月現在で13種類のデザインを用意してくれます。13種類のデザイン、だから大体サイトに合わせてデザインを切り替えるとサイトマップを作れるんじゃないかなってね。非常に便利です。プラグイン入れて設定するときあとも自動とかですね。で、最後ですよね。ブロッケンリンクチェッカーを紹介します。ブロッケンリンクチェッカー、リンクをチェックします。リンク、何のリンクかって言ったら自分のサイトから外に出すリンクをチェックしてます。例えば、どっかのニュースサイトを紹介したって、ニュースサイトをリンクしますよね。そのリンクをチェックしてます。切れてないですね。リンク切れ起こしてない。例えばネットショップが後ろにあってワードプレスでフロントを作ってて、ネットショップのもう商品を紹介してたっていう話になった時に、ネットショップの記述がガンと入れ替わるとこのリンクが死んでしまいますから、でこのリンクを死んでないかどうか生きてるかどうかをチェックしてます。しかも定期的にリンクチェックをしてくれる。で、アフィリエイトされている方だったら商品リンクとか使ってると思うんですけど、どっかの商品にリンクするとかですね。で、その辺のチェックもしてくれます。で、リンクを定期的にチェックして、切れてたらメールを送ってくれます。メールを。だから自分でいちいちこうクリックしてリンクをが切れてるかどうかチェックしなくていいってことですね。半自動ですね。で、メールが来て、管理画面があるんで、そこで全部リストして、まとめてもうページがなくなったら、削除みたいにしても構わないし、リンク外すっていうのをまとめています。
だから100ページぐらいのリンク修正がまとめ一括でできる、非常に便利ですね。でリゼあごめんなさい、ワードプレスのリデザインですね、固定版です。基本そのテーマを使うんですけど、まあ、自分がやりたいところに近いテーマを使うんですけど、どうしても修正したい時があるんですね。どうしても修正したい、部分的に修正したい、機能を追加したい、配色を変えたい時があるんですけど、でもう、テーマがバージョンアップしますから、バージョンアップするためにその変更を保持したいってことですね。この要件がある、絶対にあります。その時に固定文を使います。固定文を使います。で下にプロがあるんですけど、固定文の仕組みですね。でスパークリングという親テーマですね。紫の親テーマがあって、この子は PHP とか CSS、JavaScript を持っています。で、それに対して固テーマというディレクトリ、フォルダを1個作って、でその中に変更するものを書いてあります。でそれを上書きする。上書きすることで変更します。だからベースは親テーマですね。ベースは親テーマですね。スパークリング親テーマです。で、そのテーマの、優先順位。の話をまとめます。で左が固定マですね。でこっちの右側の方が、親テーマの変更で、ワードプレスはスタイル .css というメインの CSS がありますから、でこのテーマが固定マを持っていた、固定マで持っていた場合に親テーマの CSS を上書きします。で CSS は追加で読み込んだら上書きしますから、で固定マの、範囲、固定マの指定で有効になる。でそれ以外にヘッダー PHP、 フッター PHPポスト PHP という PHP ファイルを持ってます。部分的なファイルですね。これが固テーマにあった場合は固テーマが優先です。固テーマが優先で、親テーマの PHP ファイルは使われないですね。使われない。でもファンクションズ PHP というコントロールするための、関数群が集まってる PHP なんですけど、ここはちょっと別です、ね、ちょっと別です。親テーマにもファンクション .php がありますから、これを読んだ後に固テーマで追加されます。だ固テーマの機能がそのまま追加で押し込まれるんですね。っていうルールがあるので、このルールを覚えておくとすんなり固定マが適用できます。でスタイル .cs だけちょっと話をします。でスタイル .cs の変更方法がちょっと変わりました。変わったんです。あの CSS にインポートタグっていうのがあって、それでインポートして親を読み込んでみたいなことしてたんですけど、じゃなくて、functions.php に、アッドアクションで要は CSS を読む順番を書いてあります。で、wpencusestyle っていうのがあるんですけど、これでスタイルシートを読み込みます。で、この関数を使って順番に読むんですね。で、最初親テーマのスタイル .cs を読んで、その次に固テーマを読むっていう記述をしてあげます。これで順番に読むんです。この記述に変わりました。変わりました。新しい。ただ、CSS を使うときはこれを使ってください。で、これはボディクス、ね、ヘルプに書いてあります。でカスタマイズしていくとこういう図になっています。で親テーマのスタイル .cs 持ってるんですけど、固テーマでもスタイル .cs 持ってるってことですね。で固テーマでヘッダー PHP があったら親テーマが有効にならないんですね。親テーマが有効にならないんですね。で固テーマでページ .php、 このページ .php が固定ページの PHP です。固定ページです。固定ページを作る時の PHP があると親テーマが有効になりますね。でコンテンツ PHP が1記事ですね。ブログの1記事みたいな記事の PHP ですね。があると有効になります。フッターはもうフッターです。フッターの PHP。なるということです。で、ファンクションと PHP やると、まあ、両方使いますから。両方使うわけですね。まあ、こういう形です。でも、固定マで、グッターも変えたいし、広告も入れたいし、ヘッダーに、ちょっとメニュー出したいしって話になってくると、かなり修正が多くなるんです。修正が多くなる。そうなると、こういう図のように固定マで全部パーツを持つようになります。パーツを持つようになります。で、こうなると、親テーマがバージョンアップされるわけです。で当然ワードプレスの下にワードプレス本体もバージョンアップされますから、親テーマもバージョンアップされます。自動的にバージョンアップされます。でこのバージョンアップされると固テーマで持ってもいったのは古いままですから、古いままですね。で本体がバージョンアップして親テーマがバージョンアップされますから、本当に固テーマで自分で修正したものって古いままなんですよ。だからこの古いままで上書きがかかります。古いままでこのままサイトを表示すると、まあ、表示されないエラーというケースが起こります。でこれ僕実際起こってます。かなり固定まで修正したときにこうなるんですね。でちょっとこれでは、うまく使えないので、別の方法を使います。固定まで使いながらね。でそれが、ちょっとこの辺になると
ワードプレスの機能を使うのでちょっと難しくなってくるんですけど、あのこうですね、functions.php ともしくは自分でプラグインを作ります。自分でプラグインを作って、その中でワードプレスの機能に add filter っていう機能があります。 add filter、 add action っていう機能があります。これで、部分的に、自分が好きなカスタマイズに、処理を挿入していきますって機能があります。そういうだからこうするとスタイル .css と functions.php だけで固定の修正は済むということですね。他はもう単になります。でこの add filter が出力を変えます。ちょっと後で説明しようね。出力を変えるんですね。 add action がそこで何かを起動させる、起こすということですね。ことをやります。でこの2つが使えるとかなりカスタマイズできます。かなりカスタマイズ、親テーマを、メインとして固定テーマからカスタマイズするっていうです、ね、かなりです。だからこの辺がちょっとあのなんていうんですかね、多分ワードプレスの使い始めた頃で、さらに上手くなるかどうかの山的なものですね。このアッドアクション、アッドフィルターを、ガンガン使えるようになるかならないかっていうところがカスタマイズのポイントになります。でフィルターの説明をします。でフィルターとアクションは結局は中身がほぼ一緒なんで、フィルターが分かるとアクションが分かります。で、あとフィルターなんですけど、図で書いてあるこの通りですね。ワードプレスは MySQL というデータベースを持ってますから、データベースを持ってて、でそこから、データを取り出してブラウザーに送ります。画面に送ります。で画面から何か要求があったらデータベースを保存するみたいなことをしてます。管理画面から登録があると保存するみたいなですね。でこの時にワードプレスは中身にフィルターフックっていうものを持ってます。これは標準で持ってます。フィルターフック。で、必ずここを通して、データベースを保存するとか、データベースを取り出してブラウザに送るっていうことをやってます。で、このフィルターフックに対して、アッドフィルターを使うと、一個ずつ処理を変えていきます。フィルターフック。で、テキストを受け取ってオリジナル変更を加えて出力する。ワードプレスに保存するテキストを変える。そうなんですね。あ、読みます。でちなみにフィルターフックなんですけど、フックポイントっていうのがあります。フィルターフックですね。で例えば、データベースがあって、こっち画面に表示するまでに、もうデフォルトでフックが用意されています。だからフィルターフック A、フィルターフック B、フィルターフック C っていう形でワードプレスの内部的に用意されているんです。でここに対してそれぞれの動きをどんどん変えていきます。変えていきます、ね、例えばフィルターフック A にはタイトルタグを H1 タグで囲って出して、ね、これは H1 タグなんけど、これ H2 に変えてもいいわけですよ。H2 で変えて出すとか、ね、でもいいわけです。フィルターフィック B の箇所では投稿本文100文字切り捨てみたいなことをしていくわけですね。だから100文字切り捨てなんですが200文字切り捨てるとかでも全然 OK ですね。でフィルターフィック C になると、ボディタグにクラスを追加して、スタイルを変えるよみたいなことを追加できます。これを追加していけるということですね。でこれを使うと、テーマを汚さずに、どんどん機能が追加できる。でデフォルトで用意されているフックをご紹介します。で標準で多数のフックが用意されています。でザコンテントと、ザタイトルとボディクラスっていうのが用意されています。あれですね、時間がそうですね、すいません、まあ、そうなんか。じゃあちょっと駆け足でちょっとすいません、すいません。でこれ用意します。でコンテントに本文とかで、例えばですね、この広告に挿入するっていうこともできます。まあ、Google AdSense 広告とかよくやりますけど、これもフィルターフックを使えば一撃でこの広告が挿入できます。ややこしくしなくても。で、当然、広告をすり替えたいというか、その広告だけ差し替えれば終わりということですね。こういうのができるんです。最後にですね、今年のテーマのノアパブリッシングについてちょっと話をします。で、ワードプレスにはパブリッシングの民主化っていうミッションがあります。ミッシングの、パブリッシュのミッシング化とは、あれ、すべての人が情報発信をできるんです。貧困に関係ないです。ただ、ここにいる人たちが、ワードプレスを作って情報発信してよいって言います。そして、ワードプレスはそれを支援しようと言うんですね。そのためにプラグインがあり、テーマがあります。で、今回僕が作った焼き鳥サイトはその一例です。ぜひ多くの人のワードプレスを作って、自分なりに、発信してみてください。で、そして勉強会ワードベンチで、ね、このワードキャンプとかで、発表してみてください。で、きっと良い変化が起こるので、ぜひチャレンジしてください。
で、ワードプレスコミュニティがありますあるのでぜひこちらに参加してみてください。何かありましたらコメントお問い合わせください。で、僕のセッションは以上になります。ありがとうございます。どうもありがとうございました。